ドラゴンアイン12じゃん、うん、あ、そうだ、ハンド4だ、そう間違えてない、うん、下か、うん、12、さあ、先行ドローありますんで、でもだんだちょっと考えなきゃな、あー、でもハンド悪くないな、チャージャーのドロー、うーん、え、強いんじゃね、リオデン強いな、ゲージプライ1、ライフプライ1、ワンドローで、天竜カーベク最強ムーブ引かないんだな、そこは引かない、そこは引かないんだな、ダッコ、それはダッコ、ザッハークセンターライフに、ライフに、さあ、まあ椅子からかな、それとも椅子がもうすでに引けてるなら椅子、椅子からですね、はい、このライフに重くね今考えてるで、スローン、うん、で、いけねえをザハーク、いけねえにアジタハークはアタックフェイズ、おっと、引けてない2点弱いぞ、弱いぞ、2点、味方エンドドロー、うん、うん、ここはもう、いやいやいや、これはこうかな、いや、懐かしいこれ、いや、待てよ、こうだな、チャージ&ドロー、手札見てると懐かしいんだよな、いや、懐かしいでしょう。じゃあまず、ブエルコール。チャージして。さっきダメージコントロール。で、アスモダイ登場時、手札を捨てると、相手の場のカードを手札に戻す。まあ、これ戻すか。うん。まあ、これしか戻せないからね。うん、これは戻んないから。あ、そうか、戻んないか。で、こいつの効果。ライフ1を払うと捨てられた時、ワンドロー。ワンドローか、うん、2ギーズの方とワンドローの方が弱しょうがね、あとそっちの引き弱いのか、バディーコール、ページ2でバディーコール、いや、でもこんなもんだよ、このデッキ、うん、こんなもんだよ、昔はその部分強かったんだけど、まあこの1点がでかいかもしれないけど、これ出してじゃあまあライフ関係ねえもんな、じゃあ3点からどうでしょう、3点、黒龍ちょっとっか、なるほど、展開復、じゃあ1点受けた、1点受けた、終了、ドロ、生きてターンが返ってきたぜ、うん、いや死なない、そんな大事なんだやっぱ100世代いいよね、うん、そんな12も削るわけないじゃんって感じだもんね、ゲージプラス1、ライフプラス1、ワンドロでも、あ、懐かしい、これ懐かしい、順調にデッキを掘っているね、懐かしいの引いた、ピサロ、はい、ブラッディヒストリーそれか、アジは引かず、ザ・ハーク、しだし、はい、で、ライフ2、なるほど、これでアジを持ってくるんだ、あ、そうか、それバウンスしちゃいけなかったね、普通に考えて、アジだ、ハーク、これどうしよう、どうしよう、はい、でも一回デッキホール価値あるな、アジ破壊しちゃうと剣が装備されちゃうもんね、うん、さあバディーコール、あーどうしよう、1枚ドロップ3ゲージ、剣装備すると連携しか通らなくなるんだっけ、確か、そう、単体攻撃は通らない、厳しいな、うん、でもこのハンドだとちょっと反撃でアジ破壊しちゃうかもな、じゃあアタックフェイス、厳しい、よろしい、うん、いいよ、じゃあ全体攻撃でね、まあ3点受けるんだけど、あとまあここも吹っ飛ぶんだけど、うん、ここだよね、問題ここだよね、うん、残して、これやると反撃して倒しちゃうんだよ、そう、でそうするとあの無慈悲の剣が出てくる、このハンドじゃちょっと待って、ちょっと3点受けるの、ダメージコントロールしてみていい、まず、はい、ダメージコントロールします、うん、で、で1点1に軽減した、で、効果使っていいのかな、で、ライフ1、ライフ1払ってワンドロー、これじゃ未来がないな
や、もう使うわ、残す効果使うわ。ゲージ1と2枚捨てて、で反撃で破壊しちゃいます。で、またライフ1払って、うん、これワンドローするね。じゃあ、はい、破壊されたから、手札が出引きなんだよね、確かね。うん、そうだね。じゃあ手札から、うん、破壊された時デッキから、うん、手札から、はい、はい、無慈悲の剣、はい。あ、でもこれで倒されちゃうのか、俺失敗したな。じゃあセンタードガンで、ライフリンク2、アエンド弱くない？俺ちょっとどうにもなんなくてさ、今ハンドが本当に。チャージ&ドロー、ケッツゴール。じゃあネバーセイネバー、2チャージしてハンドがないなら2枚ドローだけ、2枚ドローができる。スーパー強いね。手札がない時ならゴール、はい。ここまでか、まさかの、まさかのここまでですね。アタック連携3点。連携しないと取れないですね。連携3点。うん、いいよ。これ対抗でドロップナースモードでコールできるんだけど。うん、あ、でも君の探中しかできないのか。なので今やるしかないんだよね。ここはドローするアスモードいるかな。いないんだな。核モードしかいないか。これでもう戻らないんだもんね。そう、戻らない。破壊もできない、バカラ手札に申せず破壊されない、うん、乗り込むことができない。でも今ライフリンクもらうよりはこっち出した方がいいか。でこいつをドロップに送って、まあ少年変化アスモダイを出します、うん、で東同時効果でバウンスでき対象ないんで、うん、まあしないし単体は通らないので終了、うん、あードロ負けた。チャージ&ドロ。じゃあ懐かしいカード使おうか、イモータルスピリット。おっと、これはヒーローワールドだけど使えたんだっけ。そう、ドラゴンが、ドラゴンがついてんのか。そう、レスキュードラゴンか。フェイス、うん、横、横、うん、横ですか。ここ で残りモンスター破壊した時ワンドロー、はい、2回攻撃。あ、そっか、変わんねえのか。ワンドローは単1だね、さすがにね。ん、いや、破壊するわ。ほんと大事じゃないんだ、強え、はい、で、破壊したからワンドロー、うん、強え。6体湧いた、ダメージコントロール。手札今になってめっちゃ強かったっていう系列、うん、いやあのね、アジ出た後今結果少年変化引いたから、うん、反撃しないで、うん、次のドロー少年変化引いてたの、うん、これでアジ戻すって言ったら強かったんだ。ちょっとね、未来を読む力がね、甘かったので。そう、もし足でやっぱ装備させちゃいけないの、うん、なんとしても。ただその足のあれのタイミングでこれ持ってたから、うんうん、あ、持ってたのね。あ、次回持ってたのか。次回持ってたから、じゃあ結果ダメなんだ、うん、少年変化って言ったらじゃあ破壊しますって言うんだ。なるほどね。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたと